一酸化窒素 NO ガスというものがたくさん出てくるんですね。この NO には血流を良くしたり血管をしなやかにする働きがあるため、高血圧の予防改善につながるんです。実際体の方はすこぶる元気です。代で下が70代、高血圧とか糖尿病とかそんなの全然ない。これも運動の効果なんでしょうか。さらに楽しいですよ、ものすごく楽しい、楽しみから来るんですかね。わきあいあいで仕事するだけでも、まあ、幸せ。このような気が置けない友人との触れ合いも高血圧予防には大切だそう。非常に、まあ、楽しくストレスもなく、楽しんでいらっしゃる、まあ、こういったことをされるとですね、運動の効果もさることながらストレスを発散するという面でも高血圧の予防効果を十分に期待できるのではないかなと思うんです。ストレス発散して血圧がそんな、ね、下がっていくんだったらますますやりたいもんですよね。先生、どうしてストレスで血圧が上がるんですか？はい、ストレスを